始まりました、劇場プロレスリング。さあ、まずはさあ、レギュラー参戦しておりますからね。改名した小池が全く浸透しておりません。続いてはファンキーウェポン田口。誰が興味あんねん。今日は一体ハートの絵文字連発の乙女がここの全力ファイトは見られるんでありましょうか。女性の声が大きく上がりました。そしていよいよ中根さん、リーダー渡部桃李選手の入場です。今回も自身のわらび餅を取られたことからこのコートに発展いたしました。棚橋博史選手の入場であります。西川のりおがここで入ってきた。大師匠であります。まずはゴムちゃんとチェックしてね。大丈夫です。藤波辰巳のお前平田だろ発言だ。思いついていない。HG が、ああ足を掛けた。いいですね。まずまずまずさあ、池上監督やりました。 BKB ヒーあのわかる。じゃあ食ってくのやめてもらっていいですか。オリジナルを超えてくるのは、はい、まあまあいいですけど、コールはこれだ。コールですよ。 あの麦わら帽が聞いちゃったもん。確かにね、この格好してこんな滑って初めてです。一回見てますからね。一回見てる。どうもよろしくお願いします。怒るでしかし。うまい。どうも、はちみつ二郎です。天山ひろしです。光合わせて天八です。いっちゃうぞ、バカ野郎。セグララ。天山君、あの入場の時に何か言ってるじゃないですか。はい、ああ、はいはい。あれ何言ってるんですか。東京ドームとか大きい会場の時はもう花道長いんで、やっぱりまあちょっと面倒くさいから、まあ口パクパクしてる。口パクかよそれ。東京ドーム。引き続き劇場プレスリングに期待してくださいということで、じゃあ最後に劇場の皆さん、愛してます。内藤、はいはい、お前は何やその髪型。構えつひろしか。で、棚橋、何謝っとんねんこれ。謝るようなことあんのんか。食べ方汚いねんお前。劇場プロレスリング、わらびもち食ったんだ。大賛。よいしょ。分かった。食べ方汚い。